みなさんこんにちは高尾寺ピシコーシのエンダーですみなさんはお元気ですかそろそろ高尾ボトキャストのお時間ですみなさん日本はとても綺麗な国ということを知っていますかその理由の一つは日本ではゴミを分別する習慣があるからです インドネシアでは燃えるゴミも燃えないゴミも一緒に同じところに捨てています。日本は大きく分けて3つのグループがあります。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミに分けます。今回のポトキャストでは燃えるゴミについてお話ししてみたいと思います。燃えるゴミは例えばプラスチック製品や紙袋や服や木の箱などです。 プラスチックのボトルは飲めるものと飲めないものに分けます。飲めないものは燃えるゴミのゴミ箱に捨てます。飲めるものは資源ゴミのゴミ箱に捨てます。料理した時に出るゴミや食べた後に出るゴミは生ゴミと言います。生ゴミも燃えるゴミとして捨てます。 それから日本では料理に使った油を燃えるゴミに捨てます。使った油を流しやゴミ箱にそのまま捨てるのはダメです。一度使った油をもう一度使うときは油こしに入れて繰り返し使うことができます。繰り返し古くなった油は牛乳パックに新聞を入れてその中に油を入れて新聞に染み込ませます。 それから燃えるゴミに捨てます。あるいはビニール袋に新聞を入れて捨ててもいいです。日本では地方によってゴミの分別ルールもゴミの袋も違います。ゴミの袋は住んでいる近くのスーパーで買うことができます。どうですか燃えるゴミの捨て方がわかりましたかでは皆さんご清聴ありがとうございました。 チャンネル登録よろしくお願いします。